い、皆さんおはようございます。元高校教員のチョボ先生です。今日も朝のホームルーム始まります。よろしくお願いします。ちょっと車の運転中なので、ちょっと雑音ノイズ等が入るかもしれませんが、ちょっとご了承いただいて、はい、朝のホームルーム始めたいと思います。はい、昨日ですね、ニュースを見てたらちょっとイライラしたので、ちょっとなんかもう訴えというかね、叫びたいんですけど、叫びたいというか、はい、まあ思いをちょっとね、熱い思いを伝えたいんですけども、財務省がですね、35人学級効果検証というニュースを見たので、ちょっとそれをについてお話したいかなと思います。35人学級、まあ40人学級っていうのがずっと40年間くらいやられてたんですけども、そのまあ35人で一クラスということで、35人学級をもう提唱し、去年あたりですかね、今年度から今引き下げるようにということを、まあ、通達出してですね、それを決められたわけなんですけど、財務省がですね、いや、残念財務省やないって話なんですけど、財務省が35人学級で効果があるのかどうか、少人数でやればやるほど、その教育的に効果があるのかどうか、質のいい高い教育をできるのかどうかということを検証してくれということを言ってるんですけど、これね、なんでかっていうとね、35人学級にすると、いや、クラス数が増えますよね。今まで40人学級だったけど、35人学級にすることにより、まあ、クラスが増える可能性がありますよね。1クラスに学級が、人数が減れば。ということは、クラスが増えるということは、そのクラスを持つ担任の先生が増えますから、教員の数が増加させないと、賄えないですよね。はい。で、財務省は、まあ、すべての省庁の予算を握ってますから、教員の数が増えるということは、それだけ教員に払うお金が増えますよね。ってことは、財務省としては、いや、財源があんまないのに、いや、金出したくないから、ほんまに35人とか、総人数でやればやるほど、効果があるのかどうかを検証して、もうないんやったら、もう40人学校に戻せようぜ。いや、だってお金ないし、お金出したくないから。みたいなことじゃないですか。いやいやいや、みたいなね。40人学級ってね、めちゃくちゃ多いんですよ。なかなかその人の一人の、細かい、きめ細やかな教育できないですよ。絶対に少人数の方がいいんですよ。先生の負担もかからないしね。減りますから。で、高校だけで言いますと、学期末に、この人はこういう人物で、こういうことやってきましたっていう、なんかそう、内申書みたいなね、調査書みたいなの書くんですけど、それ、まあ、5人減るだけで、かなりね、時間削減できるし、かなり負担は減るんですよ。うん。で、絶対、総人数の方が、きめ細やかな教育できるし、絶対、少人数の方がいいんですよ。で、それを、もうなんかもう、金だけのことに、重きを置いて、なんか、ほんまに効果あんのかどうか、考えられるみたいなね。もうね、麻生大臣の顔がちらつきますよ、これ。本当に。いやいや、絶対少人数の方がいいって。ね。でね、なんか財源は税金だみたいな感じですけど、公務員の給料って、まあ、教育公務員ですから、その教師ってね、まあ、公務員ですよ。公務員の給料は政府の最終財政支出だから、GDP に直結するんですよ。財源は税金じゃないんですよ。政府の最終支出だから、GDP に直結するから、教員の数減らして、公務員の給料減らして、教務員の数減らせば、GDP に響いてくるから、もう回り回って自分の首を絞めることになるんですよ。GDP ね、その支出だから、そのね。だから、公務員の数減らすと良くないんですよ。絶対、こんな先進国で、もうほぼ先進国じゃないけど、公務員の給料安いもう日本ぐらいですよ、ほんまに。もう仕事も多いし、人も減ってるし、給料安いしで、もう誰もなりたがらんよ、本当に。うん。でもまあその安定してるっていう面でいれば、まあ金持ちにはなれないけど、貧乏でもないから、まあ安定した、やや貧乏みたいな感じなんですよ、今の公務員って。本当に。仕事も多いし、だから大阪がね、マンボウ言うてね、感染者増えてますけど、もうそれは、保健所の数を半分に減らし、公務員の数を減らし、給料を下げて、それは仕事回ってないよみたいなね。マイナンバー配んのとかも、あれか、持続化給付金一番遅れたのは大阪でしょ。それは公務員の数減る分が減らしてるからね。うん。
もう回り回って自分の組を減らすことになる、首を絞めることになるんですよ。教員の数を減らしたりとか、公務員の数を減らすと。ね、だから財源はその政府の最終支出だから、もう税金じゃないんですよ。もうそこはね、もうちゃんとしてほしい。で、絶対ね、お金かけた方が絶対いいんですよ。で、OECD のね、加盟国で、もう教育のにお金かけてないの、日本ね、最下位とかね、最下位から2番目ぐらいだったんですよ。だからね、お金絶対かけたい。お金というかね、投資ですよね。教育はもう未来の自分の国に対する投資ですから、そこを怠るとね、絶対最終的にね、日本国っていうのか、日本の経済もそうですけど、もうなんか弱体化していくんですよね。うん、もうそれはちょっとちゃんとした方がいい。ね、甲子園はすごい素晴らしい年だと思うんですよ。高校生に対してあんな5万人規模も入るような、球場を用意し、で、阪神タイガースの本拠地でありながら、甲子園の期間中は、高校生の方が優先されるじゃないか。あれって優先されるじゃないですか。あれって高校生に対して、メインにした投資なんですよ。それにおかげで日本の野球って強くなりましたよね。なので、その、絶対投資すれば、教育に投資すれば、時間はかかるけど、より良い未来により近づくはずなんですよ。ね。未来を切り開く人材に対してお金をかけないってことは、最終的には自分の首を絞めることになるんで。はい。だから絶対そこはね、そんな35人学級の効果減少は、麻生さん言ってないけど、もう、そういうこと、そういう細かいこと言ってないで。もうちゃんと、もう細かい、より良い教育を受けるために、やっぱり少人数でやるべきですから。だからそこは絶対絞らないでほしい。というのが、ね、もう切実な思いなんですよ。もうそれ見てね、もうがっかりしたし、やっぱり教育ってあんま変わらへんねんなと思っちゃったっす。思っちゃいましたよ。でもやっぱここはね、やっぱ声を大にして言わなあかん。でもそんな声を大にして言うほど、皆さん忙しいからそんな暇もないんだけど、でもここは絶対誰か言った方がいい。うん。なのでね、もう私はその現場から、まあ逃げ出した人間ですけど、まあお前が何言ってんねんって話かもしれないですけども、そこはもう声に出して言いましょう。教育はもう未来に対する投資ですから、そこは蹴散らないでください。ということで、もうなんか暑くなりましたけど、朝からこんな暑いの聞いたら鬱陶しいかもしれませんけども、ここは大事なんでね、皆さんね、やっぱり、周りもあって自分のお子さんであったりとか、今学生の人とかね、やっぱりお金かけてるとか、自分に投資するってことは自己投資も大事だけど、もうそもそもの投資がないから、ね、まあ、閉塞感になってるわけなんですよ。はい。本当にもう汗かいてきましたけども、はい。ということで、やはり教育っていうか未来に対する投資はね、怠らずに、蹴散らずにやっていきましょうというお話でした。頼みます。本当に。はい。これで、今日の朝のホームルーム終わります。それでは皆さん元気にいってらっしゃい。